はい、ようこそゆうの飯テロショーへ、久しぶりの家飲みです、また今日もですね、まあ最近この数2週間ぐらいかな、あんまり、サンテレビはフライ旅いい酒いい魚あ土曜日やってないんですけれど、まあ録画しててまだ見てないやつを見ながらまた今日も家飲みをしていきましょうということでね、今日のテーマは姫路の酒蔵の、まあ、新米今年取れた分で作られた、生原酒を、室賀の生原酒ですねを2種類買ってきました。こちら八重垣酒造の、新酒ですね、室賀生原酒絞りたて、ね、やっぱり限定生産数限定生産の商品なのでこうやって札でこれやったら26378本生産されたうちの25番目のやつですね。これはでこちらの方は名城酒造のやつで、これ番手書いてないですね。これ番手書いてないですけれど、まあ2つあって飲み比べしてみようと思って買ってきました。でまあそれぞれこちらが八重垣酒造が下焼きの方と、この名城酒造の方が鈴の方 でちょっとまあぐい飲みの方が予算量入りますからね、ちょっとではちょっとまあそれぞれついで、ああぐい飲みは予算入りますわね、ちょっと引っかかりますよ。で、今日は逗子行ってはりますですよ先生は。で今日のあてはもう焼き目だし、おー渋いでしょこれで行こうと思います。ではどちらから行こうかな。あ、そうですね、ちょっとこちらの方が量少ないから八重垣酒造の方からいただきます。あ、小さい用意したらよかったな。うん、フレッシュな味わいですよね。でちょっと、まあ原酒だからでしょうかね、ちょっと野性味のあるというかな、あの、生々しいというとおかしいかな、でもそういうふうな風味っていうかな、匂いっていうかがふわっと口の中広がりますね。ちょっと目出しでチェイサーを用意するの忘れてから目出しで口直しを。神奈川の逗子ですね。さて今度ぐい飲みの方で名城酒造さんのですね、あーすごい、こちらの方がもっと生々しいような味わいっていうかな、ちょっと重い感じかな。こちらはなんか本当に
だからもう吟醸酒に近いなんかフレッシュな甘みの方が立っている感じがしますね。でこちらの方は、その生原酒の重い味わいっていうかな、そんな感じがしますね。まあそれこそ本当にまあお米が取れるこのね9月10月秋に米を取ってそれを仕込んで、もう今だけですもんね、室賀生原酒三笠の味でそのままですもんね。すごいですね。こういうふうな目出しであったりとか、まあスルメであったりとか、ほんまに酒飲ます手ですよね。日本酒を飲ませるっていうね。やっぱり八重垣酒造の方がなんかね、たったフレッシュな感じがしますね。個人的な好みをこの時点で言ってしまうと、僕はどうしてもまだ日本酒ど素人で冷やしか飲めないっていうね、本当はね缶だけ飲まないといけないんですけれど、わあ小肌、全部赤酢でシャリを炊いて、イワシ、サバ、はあ、サバかな、そうですね。次、関東の方行ったらちょっとサバ、しめサバやとかをちょっと重点的に食べてみたいですね。あんまり意識して食べてないですけど、しめサバとかってやっぱり江戸前特有のありますもんね。小肌。あれ僕なんか途中まで個人的には八重垣酒造さんのそのフレッシュな感じの、ほんまに吟醸酒に近い、飲み口が好みなんですけれど、まあ先ほど途中まで言ったように、まあ日本酒それをほとんど見つけてない、まだまだ素人っていうところがあって、冷やしか飲んでないんですね。で、まあ言ったらもうジュースの米の研ぎ汁言うたらおかしいか、それはおかしいな、米のほんまに磨いたほんまに甘みの水っていうんかな、もう甘みの極みっていうんかな、もうほんまにもうその水を集めたジュースみたいな形で、飲んでるっていう感じですよね。冷やで飲んでる。でそれが好みなんですけれど、だから神酒とか
あ、まだ飲めない飲めないというかな、そう、実際ぶっちゃけ飲んだことないんですよで、その良さがちょっとわからないんですけれど、やっぱり熱燗ぬる燗もうね、何十度指定して、温度指定して温める、ある分かるんですよ。その例えば冷やだけでも、まあ、グラスで入れて、まあ、飲むんと、ちょっとグラス入れてそのまま手でこうやってグラスごと手で包んでグラスの温度を上げてちょっと温めると、本当に匂い、お酒の匂いが鼻開くような感じでっていうのがあるんですけど、ごめんなさい、僕ペーペーなんでまだわからないんですいや、それはわかるんやけれど、缶だけのあれが良さがはまだわからないっていうね。誰か教えてください。いや、それは先生に教えてもらわなきゃないな。うわあ、すごいなあ。先生、今日は神奈川の逗子で、まあ、散策してはって、居酒屋さんは、つこしさんっていうお店に入ってはるんですけど、お通しがアジの骨せんべいっていうのがまたいいですよね。負けてへんぞ、俺も。目出しだ。うまそうやな。うわあ、すごい。先生はすごいな、やっぱり。居酒屋をまず入って内装を見るっていうのがね、内装のをめでるっていうのかな。うん、一枚板のヒノキのカウンターかな。すごいな、もう。あー、アジロの壁。うん、すごいな先生、博識やな。アシロとかヨジ、ヨシズとか、うん、すごいなあ。さあ、僕やったら何を選ぶ？先生、アジフライ好きやったんや。先生、予算かけすぎ。ご飯あったらそれでええけど。先生、酔ってるんか。予算醤油かけすぎやで。と言うてますけれど、実は僕もね、
醤油なりソースなりはべったり派なんですよね。タレとかもね、焼肉のとこタレとかも。僕がまあ賛あこの意見賛成やなって思ってるのがまあまあよっぽど、まあ、高いところで食べるときはね、それは控えてるんですけれど、まあ普通の普通のって言うとあれですけど、結構ね、あの一般的な居酒屋さんであったりとかは結構、例えば刺身食べたら醤油べったりつけますし、揚げ物とかもできるだけ、あ、できるだけって言うとおかしいな、まあでも結構ソースやない何やべったりつける方なんですね。まあこの動画を見てはったら薄々感づいてはる方もいるかもしれませんけれど、でもまあまあええところに行ったらちょっとええ格好してあんまりつけないようにはしてるんですけど、で先ほど言うたん、その意見賛同するなっていうのがあって、それがあの芸人さんの博多華丸大吉の大吉ちゃうわ花丸先生の方ですね花丸先生の方が、例えば餃子は結構皮開いて酢醤油っていうんかな、ポン酢じゃないですけれどをべったり染み込ませて食べたりとか、あと名言で刺身は醤油を舐めるためのあ、ごめんなさい名言のくせに忘れましたけど、まあ醤油を舐めるための母体であるみたいな感じのことを言ってはるんですね。まあなんかべったりつけはるんですね。まあその辺は僕もわあ賛同するなあとただやっぱりね、でもぶっちゃけお店はやっぱりもう母体の良さがすごいから、やっぱり逆に母体の風味や味わいや締め方であったりとか、その調理の仕方を味わうっていう方が楽しみですよね。あ、先生お顔も頼んではります。カットもうカットしたかオンエアするかちょっと分かんないんですけど、この動画の中で僕撮影、今さっき撮影中にまあこちらのお酒のコースのやつ言うたんかなもう分かれへんけど、まあこちらの方がフレッシュな感じがして、まあ、吟醸酒に近い。なんで好きかというと、そのフレッシュで、まあ、ジュース的な味わいっていうかな、もうすごく甘みが強くて風味が豊かでっていう感じ。こちらはちょっとね、重いんかな、ちょっとこちらの方ですね。そうですね、あの甘みもありますしフレッシュな感じもありますし、でも華やかな感じではなくてちょっと重みがあるんですね。でも多分これこういうのを缶酒にしたらパーッと開くんでしょうかね、よくわからん。あ、しらす、うわー、うまそうだな。はい、こっちはほんまになんか縦になんか立ってる感じ、もう繊維じゃないけど風味がもう縦にシュンシュンシュンってから切って立ってるような感じですね。でこちらの方はもう血に足のついた感じですね。合ってるんかなこの表現が。でも多分缶だけしたらやっぱりこっちは花開くんでしょうね。
感だけしないけれど、まあ室川の生原酒を燗酒にして飲むっていうのはあんまり知らないんだけど、まあ僕日本酒あんまり素人やからあるかもしれないんですけど、わかんないな。さっき動画のエンディング撮ったんですけど、見事に撮り忘れてましたね。立つ録画ボタン押し忘れてました。もう下手くそまあまあまあね、酔っ払ってるからいいんですけれど、同じことはもう話せませんけれど、なんか熱いこといっぱい喋ったような気がしますけれどもう覚えてへんわまあね、とりあえずもうこの動画今僕はフライ旅いい酒を見終わって、サラメシを今見てるんですけれど、撮ったやつね、録画したやつを見てるんですけれど、まあお酒は多分ね2合ずつぐらいは飲んだと思うんですけど、1本で飲んでたらまあ飲み干すんですけど、もうちょっとさすがに置いとこうかなというわけで、まあ数日に分けて飲んでいく感じですね。というわけで、2019年はまあ今回、今日撮影してるのが今ちょうど12月1日日曜日ですね。で多分アップするのは明日2日月曜日にアップする予定なんですね。で次家飲み今年もう一回あるかどうかっていうところなんですけれど、年末みんな忙しいですもんね。まあまあまあどうでもええわするかせえへんかどうでもええけど、まあ今回はここまで。僕はまあ体重的に何回も言うかもしれませんけど、八重垣の方が好みでした。でも日本酒飲みつけてはる人は名城酒造の方が重みやったりとか深みがあったりとかするかもしれませんね。というわけで今回はここまで。ではまた次回バイバイ。おおバイバイ。ひた焼きかっこいいぞ。